It's like one of my Japanese animes. メタルギア開発者のエメリッヒ博士を救出するんだ。彼はいつでもどこでも仮眠を取るコツを身につけているものだ。VR シミュレーターでの訓練しか経験していない連中との大きな差だな。長時間プレイした後は仮眠を取るべきだ。優しすぎるペコじゃん。メリヌ入ったよ。いいね、すごいわスネーク。戦車を倒したのね。何大したことはない。だが君が訓練でやってた VR シミュレーションには単独で戦車に立ち向かうなんて設定はなかったんだろうな。怖すぎるペコでしょ。ええ、もちろん。ちょっと話してみるか、ペコーラのファンと。あ、音ねって。ファンのくせにペコーラからの電話を拒否か。何これ。ありがてえ。あ、監視カメラあるじゃん。ペコーラさ、チャフのあれ持ってないペコなんだけどな、もう。拾ったやん、さっき。え？ほんまでした。あれ？なんかみんなとペコーラ生きてる世界線違う？もしかしてなんか。そのフロアでは武器は使うな。なんで？ナノマシンを使ってあなたが武器を使えないようにしておいたわ。どうしてそういうことするペコなの？俺を知らせたいのか？本当だよ。忘れたの？そこは廃棄核弾頭の保存庫なのよ。ああ、たくさん箱が積まれてるが、これが全部。嘘だろ。そう、廃棄核弾頭だ。やべえペコじゃん。置きっぱなしか。武器は絶対に使えない。捨てです。頑張ります。ペコ敵一人。あそこに武器。上臭い。やばくない？それやばくない？It stands for Otaku Convention. An otaku is a guy like me who likes Japanimation. トゥルルって言ってるペコだけど。行けました。え、何これ。怖っ。え、何、どういうこと。デンジャン終わった。これスネーク、気をつけ。ブリブリタイム。ガスが充満している。おまけに床には高圧電流が流されている。やばいペコだよね。まず高圧電流のスイッチを破壊するんだ。了解。北西の壁にある配電盤のようなものだ。そこまでいけない。どうしたら。リモコンミサイルを使うんだ。リモコンミサイル、リモコンミサイルを使うんだ。リモコンミサイル持ってないってことか。ガンカメラにミサイルを撃墜されないように気をつけろ。なるほどペコね。じゃあな。マスター、優しいマスター教えて。マスター、ディープスロートという名に心当たり。やべ、そっちの話になっちゃった。ディープスロート、うん、何者だそいつは。わからない。ペコーナーの作戦メンバーにも入ってない。それにもかかわらず無線で俺に助言してきた。そう、ファンだってな。基地の中だと。そういや、見当はつかない。そうか。もしかして基地自体があいつとか。あいつの心はもう基地に繋がってるとかってあるとかなのかな。なぜあなたを助けようとするのかしら。ファンらしい罠。え？かもしれんな。だが今は奴の言うことを信じてみるしかないようだ。地下1階にあったと思うわ。地下1階？行きましょう。地下1階。え、トイレ？
最新じゃない。こういうことですなと。こういうプロはここで見せる。こういうこと。なんかガスマスク、あ、ガスマスク手に入れた。っていうことはもうここガス、もうよくね？もうこれで平和じゃない？へいへいへい。レベル3、レベル3のこれは IQ 3、そういうこと。あなたのすぐ近くみたい。気をつけて。え？怖くない？うわ！え？やばー！刃物で切られたようだ。関係を超越した世界から帰ってきた。忍者。二人きりで勝負。勝負マジか。邪魔な奴らは排除した。目的は何だ？ずっと待ち望んでいた。ただお前とのひとときを楽しみたい。頭おかしいやつペコじゃん。なんだよこいつら。これじゃまるでアニメじゃないか。決着をつけるためにあの世から戻ってきた。恨みか。そんな陳腐な感情ではない。お前との生死をかけた戦い、そこにのみ快楽がある。お前を殺すこと、お前に殺されること、どちらも同じだ。お前動くなんて殺されるよ。いいだろう。特等席で見ているがいい。その男は必要だ。手出しはさせん。アホじゃねえペコかよ。これを感じさせてくれ。これに生きる実感をくれ。生きてる実感がないペコなのか。ちょっと待って、戦い方わかんねえペコだから。一体何者なんだ。わかんないペコ。ファンって言ってたくせに。知りたいのはどっちだ。ナオミは本当に知らないんだ。あなたの方こそ覚えはないのかしら。覚え？どういうことだ。いいえ、何でもない。やだこの女、絶対怪しい。それは挑発の一種だ。武器を捨ててみろ。どういうこと。武器を捨ててみろってどういうことってこと。そいつの体は強化骨格だ。強化骨格。強化骨格。まさか本当に存在するの。倒し方は
とスネーク。ノン、やばい。聞かない、お前は聞かない。ならばほら言う、やばい、ほら言う。ゲイドイヤ、こっちに来な。爆弾も聞かないのか。信号だ、やばい、やばい、ちょっと待って。あいつは必ずここを通る。その時死ね。スネーク、そんな武器では俺には勝てんぞ。なるほどな。やばい、勝負落ち着け。痛い。うーん、てい。やばい。そうだ、それでいい。なるほどな。 CQC というわけか。戦いの基本は格闘だ。任せな。武器や装備に頼ってはいけない。拳で語り合おうじゃねえ、ペコパ。うわっ、せー、拳でペコパ。ザンジバーランドで死んだはず。なんだ、また襲うぞ。覚醒器やった、覚醒じゃねえこれ。薬だ、薬。うわぁ、自傷行為やめてください。ねえ、何やってる、何やってる。地下が消えるってこと？収まった。
かった、なんとか生き残れたところね。グレイフォックス、やつはグレイフォックスだ。大佐、間違いない。そんなバカな、やつはザンジバーランドで君に。そう、殺されたはず。でも生きていたのよ。なんだと。私がフォックスハウンドのメディカルスタッフになる前のことよ。ゲノム兵のジンセラピーの実験管理された兵士がいたらしいわ。初耳だと。キャンベルさんが除隊した後の話だから。ビッグボスに着いた人、私の前任者クラーク博士が担当していたの。クラーク博士、何お前。ジンセラピーを導入した張本人、言えたよな。そのクラーク博士は2年前、研究所の爆発事故で亡くなったそうよ。死んだはずでは。無理やり蘇生させられたのよ。かわいそう。強化骨格と麻薬漬けにされて、それから4年間、彼は死ぬことすら許されないまま、おもちゃのようにもてあそばれ続けた。最悪マジで。今のゲノム兵は。ナオミ、なぜ今まで黙っていた。お前本当だよ。機密事故だったから。だったからじゃないだろ。この女絶対おかしい。マジで。彼を殺すまで。そうだな。でも死んだ方がいいと思う。死にたいんだよな、多分無理に生きか。おい、ナオミ、なんで今含んだペコだよ。てんてんてん丸って。あ、ペコサブズ。ペコサブズ。